皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヒョウアイドルやっていきましょう。今日の動画はですね、キーイベントレトロサマーについて解説していきたいと思います。まずキャンペーンのページから見ていきたいんですけど、お知らせのこちらですね、レトロサマー22ということで、見ていくと、レトロサマーということでね、背景も夏っぽいイベントとなってます。で、下見ていくとこちら、イベントクラス紹介から見ていきましょう。レトロサマー22クラスが登場。各個のクラブ及びナショナルチームの特別な瞬間を記念して制作されたユニフォームの入手とともに、各クラブ、ナショナルチームのレジェンド選手7人、現役選手60人が新たに追加されるということで、レトロなんでね、昔のレジェンド選手だったりとか、あとは現役の選手が追加されると、さらにね、昔のユニフォームが手に入るということで、これもね、非常に嬉しいといった感じで、さらにも見ていくと、いつも通りね、イベント最下、今回この3種類ですね、スペシャルトークンと普通のトークンとボーナストークンと、この3種類使ってイベント進めていきます。このトークンについても改めてお話ししていきたいと思います。で、どんどん下見ていくと、イベント紹介ということで、チャプター1とかね、これに関してもね、いつも通りイベントページ見て話した方が早いと思うので、そちら見て話していきたいと思います。なんでこれも下行って、はい、こんな感じ、チャプターにもありますね。結構ね、こう見ると複雑に見えるんですけど、結構単純なことなんでやることは、そんな難しくないです。ここでユニフォームがもらえると。これもね、結構ね、簡単にもらえるんで、ちゃんとやればね、非常にいいと思います。はい、こんな感じでもらえて、で、このね、イベントの目玉のレトロユニフォームの情報を見ていきたいと思います。まずはポルトガルの1921年ユニフォームと、めっちゃ昔だな、これ。やばいね。今と全然違う、黒、グレーみたいなユニフォームですね。で、次、ベンフィカ61年レトロユニフォームと、すげえな、リーグ2連続優勝及びヨーロッパカップの初優勝した時のユニフォームということで、赤と黄色、かっこいいな。次、リーズの92年のレトロユニフォーム。リーズって一部リーグ優勝したことあるんですね。すげえ、これもかっこいいな。次、ドルトムント76年レトロユニフォームと、古いな、50年前ぐらいか。次、トッテナム61年レトロユニフォーム。トッテナムホットスパのホームシャツで、FA カップとリーグダブル優勝した時のユニフォームと、これもいいね、シンプルで。次、シティのユニフォームですね。69年、伝説的なユニフォーム、かっこいいな。で、次が、リバプールの82年のレトロユニフォームということで、リーグカップ、リーグタイトル、ダブル優勝、これもかっこいいですね。次がパリ・サンジェルマンのレトロユニフォームと、全部で8種類ですね、こちらユニフォームが追加されてます。かっこいいな、これ非常に。じゃあ続いてね、選手リストも見ていきたいんですけど、はい、こんな感じですね。レジェンドヒーロー、エウゼビオ、ドナウジーニョ、ファーディナンド、リネカー、ルイ・コスタ、デコ、コーラと、これに関してはね、レジェンド枠ということで、で、次現役選手でこちら出てきてますね。現役選手のね、マックスオブレ116なんで、UTO っていうつもってる方とかはね、そんなに使わないかなとは思います。ベラッティ、ギュンドワン、チアガルカンタラ、ナバスと、下見ていくともっとね、詳しく書いてありますね。最低 OVR が111か、これもね、自分の好きなチームとか選手いたら取ってみるといいと思います。で、117のレジェンドに関しては、今ロナウジーニョだけパックで出てるんですけど、あとのね、エウゼビオとファーディナンドは今後パックとかルーレットで来るみたいなんで、それまで待ちましょうと。結構ね、このどっちも楽しみな能力、早くね、来てほしいですね。そしたら、先ほど言ったようにイベントページでね、イベントの進め方をお話ししていこうかなと思います。そしたらまずチャプター1から話していきたいと思います。まあね、見てわかる通り、デイリーミッションチャレンジモード、こちらあって、ここからトークンも獲得できますと。で、さらに右見ていくと、イベントトレーニングということで、こちらもクリアしてあるんですけど、このトレーニングスキルゲーム2種類と、はい、こちらですね、試合やっていただくとトークンが手に入るんで、これもね、必ず毎日やりましょう。さらにこう右側見ていくと、選手獲得のところがあるんですけど、これね、また後でちょっとお話ししていきます。とここは飛ばしてね、チャプター2について話していきたいと思います。はい、でこれもね、ちょっとね、なんかね、ややこしく見えるんですけど、超簡単で、まずこのね、右側ですね、こちら、これが R22 トークンスタートいって、先ほどね、チャプター1で貯めたこのトークン使って引いていきます。で、これで引けるこのスペシャルトークン、こちらですね、これを使ってこっち側、はい、このスペシャルトークンスターを引いていきます。これがね、血の流れとなるんで、これね、覚えておくとすごい簡単かなと思います。で、そのスペシャルトークンに関してもね、こちらのパック見ていくと、確率があるんで、これを目指して引きましょうよといった感じになってます。一応ね、選手なんかも出るんで、超確率は低いけど、出たらラッキーといった感じですね。さらにね、右見ていくと、このね、リバプールのレトロユニフォームがあると思うんですけど、これは 1908FV で買えます。これだけ。さらにこれ FV で買うと、こちらね、イベントトークンストア、こちらがさっきね、この40個で引けたトークンスターがさらに安くなってね、15個で引けるようになってます。なんで最初はね、これ引くんだったら、FV をやる方はこれ買って、こちらの15個のトークンストア、これでガンガン引いた方がいいと思います。これ一応上限120回あるんで、上限マックスまで引いていくのがいいかなと思います。で、確率に関してもね、そんな変わってないのかな。
それでもね、課金したくないとか FB 使いたくないって方は、ほんとひたすらこっちやっていくのがいいかなと思います。でさらに右見ていくと、はい、今回の目玉ですね、このユニフォーム、これが獲得できるページがあります。こんな感じでね、はい、最初のこのね、シティのユニフォームは誰でも受け取れます、無料獲得可能ということで、これを受け取っていきましょう。かっこいいね、このユニフォーム。でこっからなんですけど、このスペシャルトークンを5回挑戦で獲得可能というふうに書いてあります。これですね。で次が10回、うち5回ということで、最大30だっけな、30回するとポルトガルのユニフォームまでもらえるようになります。なんでさっきのこちらですね、スペシャルトークンストア、これこうひたすら回しましょうということで、なんでその前の、はい、こちらトークンストアガンガン回していきましょうといった、はい、流れになってます。さっきチャプター1で飛ばしたところなんですけど、そこも改めて見ていくと、こちらが、はい、イベント内のリバプールを除くユニフォームですね。募集で入手すると獲得可能ということで、115から116の選手がゲットできます。これもね、めちゃくちゃいいですね。さらに右見ていくと、今回はリバプールも含めて全8種類のユニフォーム入手すると116の確定パックが引けるということで、これもね、非常にいいかなと思います。ちょっとね、1980FB 課金する必要はあるんですけど、最終的にはこう目指していきましょうよといった感じになってます。でさらにチャプターにちょっともう一回戻るんですけど、このスペシャルトークンストアで引けたこのボーナストークンですね、こちら、はい、このボーナストークン、これがね、最後使っていくところをお話ししていきたいんですけど、こちら選手交換ですね、ここで使っていきます。このイベント交換ページにあるこの UTOTS 選手ですね、こちらを交換するときに、はい、このボーナストークン使えます。800個だったりとか、こっちが2000個、118に関しては3000個と、めっちゃきついんだけど、まあこれも頑張ってね、集めていければなと思います。一応このイベント選手とも交換できるんですけど、まあ、これはあんま使わないかな、個人的に使うのはこっちですね。このボーナストークンを交換できるところがあって、選手を使ってボーナストークン手に入ります。これ116の選手使えば240個手に入るし、100個のやつは115の選手なんで、ここ使ってなるべくこの3000個、これ頑張ってね、目指すのが個人的におすすめです。116の選手だったら15体14体ぐらい使えば手に入るんで、そんな感じでイベントは進めていければなと思います。最後ね、スター見ていきたいんですけど、一応イベントのね、パックが何個出てますね。スタートダッシュパック、はい、こちらですね。これもね、 1000FB で引けるんですけど、おすすめはしません。あとはパリ・サンジェルマンの特選選手パックということで、これ 7000FB で結構良くて、ロナウジーニョがね、今2億5000万なんですよ。これ買って速攻売れば2億5000万手に入るんで、それだけね、お得な気はしますね。これが安いと思ってる人にちょっとおかしいのかもしれない、感覚が。これ結構ありな気がします。あとはこの FV で買えるパックですね、いつも通りのパック。あとはこのお得パックですね、いつも通り 1500FV で10連引けるといったパックが来てますね。これだけちょっと引こうか最後。あとは R22 選手パックと 300FV で111から116のやつが出るということで、まあ、これ引かなくていいと思います。はい、最後ね、選手パックコインでも引けるようになっていて、500万コイン使って1日1回ですね、で10回まで合計で引けるということで、これも引かなくていいかな。うん、0.5% だしね。そしたらラストね、10連だけ引いていきたいと思います。116は出ないと思うけど、2% だもんな。まあ、これ引いた選手使ってね、ボーナストークンと交換できればなと思ってます。行きましょう。はい。演出くんのかな？普通のやつか。どんな感じなんだろう。ほい。ほい。来た。あ、これなんだね。さあ、どこだ？スペイン。CM？ パリ・サンジェルマン。誰だ？113何回。はい、まあ、こんな感じなんでね、ちょっと引くのはやめた方がいいかなと思います。はい、ということで今回は C イベントレトロサマー22についてお話ししていきました。今回のね、イベントに関しては結構ね、無課金の方でも頑張ればいい選手獲得できるイベントかなと個人的に思います。特にね、引き良ければその UTOTS の117だったら118まで目指せると思うので、これはね、割といいイベントかなと思います。昔のユニフォームね、手に入ったりとかもして、そこも楽しい点ですし、開催期間もね、1ヶ月弱あるんで、ゆっくりね、今回のイベントに関してもやっていければなと思います。今後はね、レトロサマー22のおすすめ選手なんかもね、動画にできればなと思ってますので、そちらも楽しみにしていてください。もし何かね、イベントについて質問とかあればコメント内 DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。